ゴンスケ上鎮は古典落語の演目の一つ。大棚に雇われている田舎者のゴンスケが主人公。とある商家の主人、妻の他にお初という目けを持っていた。この奥さん、人を妬むのが大嫌いな人であり、またお初の方もそのような性格であるため、二人はお互いの存在を知っていながら、旦那のことを責めないでいるという旦那の方からするとこれ、 異常ない好都合な日々を送っていた。そんなある日の晩のことである。奥、今日は風が強いから大勢の奉公人がいる家よりもお初の家に行ってあげた方がいいのでは旦那はその言葉を聞き、奥さんの心の広さに感心しながらもそうすることに決める。ただ、問題は我が家からお初の家までの道のり。暗い上に道が悪いため、 誰か提灯う持ちを連れて行かなければならないのである。方向人もほとんどが寝る準備に入っており、まだ寝る準備に入ってないのが、飯炊きのゴンスケ。旦那は仕方なく、ゴンスケに頼み、お初の家に向かう。ところが、署、奥さんは、本当は、旦那と一緒にいたいと思っているところを、我慢しているのだから、素直に旦那を、お止めしたのでは、めかけの文在では、 恐れ多いと言って止めてくれず、しょうがなく元来た道を帰ることになった。さて、今度は我が家に着いたわけだが、奥、余計な心配をなさらないでください。あなたには向こうに泊まってもらわないと、こちらの顔が立たないので、今日はどうしても向こうで泊まってくださいやむなく、旦那は再びお初の元へ行くことに。ところが、しょ、女には、女の考えがあるんだから、奥様のところへ。 お願いですから帰ってくださいまた戻ることになったため、旦那、ゴンスケ、ちょを灯しておくれすると、ゴンスケ、旦那様、その必要はねえだよ。もう夜が明けただ。ありがとうございます。